飛ぶんです。うん、じゃあ殺処分決まってるから、うん、それはな、うん、しゃあない、うん、あと5000円のアイテム79個もらわないと喉の下から、太い血管突き刺されて血抜きされた後食べられます、うん、あれやな、手に肉の匂いついてるから甘噛みしおるわ。はい、パワーアザス OK、オッケー、匿名さん。H の人、ありがとうございます。してるよ、部屋の中。バレ走るで、見せたろうか。よし、ちょっと待って、この汚いのだけ落としとこうな。ほら、脱走してこい。行ってこい。行ってこい。行け。走れ。線かまんといてや。だから線かまんといてって、ほら線かむな。走れ。やつの裁判いかん。だからその線かむのやめて。線かむのやめてよ、ほんまに。うん、その裏好きよな。でその辺ごそごそ入んねんな、またな、うん、あ、やばい、餌見っかった。 おやつ見っかった。あ、うん、金クマ。お散歩大好き、ポン、いいよ。長い髪の毛って俺の髪の毛じゃ。いや、おしっこしてない、してない。もうええか、もうええか、もうええっすか、師匠。師匠、あれや、あっち行こうぜ。こっちの方行こうぜ。よいしょ。おお、はい。師匠、ダッシュ。師匠ダッシュ。うお、師匠ダッシュ。あ、せやで、エアコンつけたままやで。25度。あ、思ってるより金持ってんの。手洗い回す。パワーオッケー、大当たりオッケー。匿名さん、もうの人。ほんとね、いつか一緒に、あの、淀川で大当たり出そうね。オッケー、いいよ。うん。もっと走んねんけどな、ギャンって。それタップしたら、それタップしたら音楽が止まる。はい、そろそろ、はい、もうええか。ちょっとスマホ持ちながらやと、マジであの冷蔵庫の裏とか行かれたらもうチェックやからな。はい、おタップしやがったぜ。餌はまだ大量に入ってんな、大丈夫やな。はい、稼げるファンタローのコーナー。いや、せやで冷蔵庫の裏入られたら終わりやから、うん、ちょっと手洗うわ、言われた通り。ちょっと あんなひでえ下痢、もう二度とごめんや。手洗おう。お風呂入るか。うん。
いしょ。うん、早いよ、まあ、ガチで走ったら早い、追いつかへん、うん、さあ、今日は何しようかな。今日は本日は白井くん行こうかな、うん、ただ日中はな、暑いから嫌やねんな。白井くん電話してみるか、うん、お前金大丈夫なんかっつって、給料振り込まれてないってマジかみたいな。いや、熱暴走は大丈夫やで、あの何スマホクーラー全開にしたら全然いけんねんけど、俺が熱暴走するから暑いと白井電話するか。 OK、 出るかな。出るか知らんで一回かけてみるわ。いや、振り込まれてない可能性あるよな。確かに16か、あれんかちゃんおはよう、パン、もしもし、オッケーよ。よしよし、白井次第やな。白井がどうも、なんか前の職場から給料が振り込まれてないらしくて、今まさに人生終わりかかってるらしくてで、振り込まれてないとするんであれば俺が、職場に電話します。はい、振り込まれてないんやったら職場に電話します。なんで白井の給料振り込まれてないんですか、代理のものですっつって電話する。うん、よかったら僕、よかったら僕に振り込んでくださいって、まあそれは言わんけど。鼻水出た。鼻水出た。そんなことは言わんけど、さすがに。あ、今日の予定なん。ほんじゃもう荒れちゃうか。昼までには振り込まれてるんちゃうか。日付いつやったっけ ?17 って聞いたけどな。あ、今日やん。今日振り込まれるやん言うたら白井は給料今日の夕方5時まで振り込まれてなかったらそれは振り込まれてないやろうけど、うん、あ、おはよう、ニパッパ。でもさすがにこのご時世給料振り込まへん会社なんかないやろ。うん、もう振り込まれてると思う多分9時、いや向こうが、いやどうやろう、ちょっと待って、9時に銀行行くって配信してた、今日9時に。やっちょの裁判いかん俺、うん、だって興味ないもん言うたら、うんうん、いや給料の振り込みって基本もう指示だけはその連休前とかにかけといて朝一で入るようになってんのがセオリーやけどな、イメージな。ギャルコちゃんパンを出す、あの当日何入金、あ入金っていうかあの振り込みかけてるんじゃないから給料とかは、うん、大体朝一入ってんのがセオリーよな、うん、だからあの銀行の営業時間、うん、そう本来はな、うん、それ何十人、あうん、セオリー、うん、まあ、そこの会社のその体型分からんけど、その何あのもう総務とかのやつがさ、うん、総務部でいいか給料はどこや、うん、総務か経理のやつが、うん、銀行行ってもうそうもう振り込みかけてるはずやねんけど、だから朝9時に開いたら入ってんのが普通やろ。ああな、せやんな、そう、うん、そんな直前で振り込みかけへんよな給料とかな、思った、うん、ということはなんかトラブルあって白井の手に給料が入らへんかもな、うん、何やねんやろ。なんと、いやあいつ消費者金融は何金利だけはちゃんときれいに返してるからとりあえずあの口座を差し押さえられる手続きって何ヶ月もかかるから、うん、それも政府やと思う多分。
で、あいつ連絡は入れてるから、うん、そやな、白井の給料が気になるな。振り込まれてなかったらあれやな。うん、いやでも、もはるちゃんパンって配信ついたら入ってましたって言いそうやけどな。うん、いや、働いてる、絶対働いてる。だって俺白井のシフト持ってんもん。働いてるよ。うん、辞めるまでの期間はちゃんと働いてる。なぜなら俺白井のシフト持ってるから。うん、あーマジであれやな、わかる、この寝起きやね、あの病み上がりのさ、このしんどさっていうかさ、もう夜には治ってるかな。いや、そんな給料日ドンピシャのタイミングでやつれたやろ。いや、昨日一日下痢しててん、ずっと。でさ、お腹もグーって痛いしさ、で微熱まで出てくるしさ、昨日熱あってん、下痢で。うん、久しぶりにめっちゃ腹痛かったわ。うん、まあ多分胃腸炎やろうな。あの、わかる、生理痛みたいにこのグーって一定周期であの腹痛なるやつ。ジョビアクロキソニンしかない。 あとビオフェルミンぐらいはあるかな。誤って済むことと済まないことがあることを知っていますか。みんな人間です。うん、知ってる。人ここしとか強姦とかは誤っても済まんと思う。以外はいけるやろ。人ここしと強姦だけや許されへんのは、それ以外は全部 OK や。なあ、そんなことない。それ以外は誤ったら許されると思う。うん、吉野何やったんかな。いや別に何もしてない俺。下痢してただけ。いや、ホーアンドヒーも、チニンゼロ燃え上がらへんかったらセーフじゃん。とりあえず人が死ぬことと強姦か、ぐらいちゃうか、許されへんことって。謝って許されへんことはどうやろう、ないと思う俺。まあ謝、いや、お金騙し取られてもまた稼げばいいやん。また稼げばいいやん。思うわ。騙し取られてもまた稼げばいいじゃん。むしろ騙し取られるぐらい溜め込んでる方が罪やけどな。俺から言わせれば、ちょっと思うよ、騙し取られるほど溜め込んでるからあかんのちゃうの。騙し取られる金もなかったら騙し取られへんねん、俺みたいにな。もう変なやつ増えたよ。変な何近づいてくる人増えたよ。ほんでちなみにな、お金貸してくれとかさ、貸すわけないやん。山田が東京にいた時、今女といるってたまくね、鳩が来てた。病院嫌いの彼氏と入籍して、健康診断連れてった大腸が。ちょっと待って、ステージなんぼ聞いていいの。ごめん、そんなつもりはなかった。292、それステージなんぼやった。大腸がんは致死率高いからな。あ、よかったね。ステワンやったらよかったね。リンパ節への転移なしね、よかったね。大腸がんは死ぬからね。ステ2でも結構生存率低いからね。よかったよかった。よかったね。どうせあれやろ、ポリープかなんかっぽいのの、それ取ってみたらちょっとがん細胞入ってたみたいなパターンのステージ1ね。あるあるある、大腸がんね。あれね、ポリープ取ったはいいけど病理かけたらがん細胞ありやったパターンね。今大腸がん抗がん剤打ちながら見てる。嘘でしょ、やめてよ。やめてよ。やめてよ。治るよ、治る治る。あ、落ちよりよ、落ちよりよ、落ちよりよ、治るよ。
がん治るよ、うん、せやな、うん、自覚症状出た時にはもう大体手遅れって言うけどな、うん、僕見てると免疫力アップしますよ、免疫力アップしますよ僕の枠は、うん、特にアイテム投げると免疫力アップするんでよかったら、はい、そうです、はい、自己資金ゼロになるまで投げ続けてみてくださいよかったら、ポジティブなれるよ、うん、で今から何すんの、お風呂入りたいよな、ケツの周り多分めっちゃ汚いで俺今お尻の周りバリ汚いで、えぐいで、すごい回数のトイレ行ったからな、うん、見せたらばんや、いやオジュレットもうあまりの頻度やったからな、してないねもう、え朝日奈行く、そしたら写真送らんわ、朝日奈見たい、で朝日奈エミリーの家行く、えほんまに強制退去なってるん、その人の家こうガチ、それネタとかじゃなくて、いやなんかあの強制退去今日なんもう終わってる、えどうしよう風呂入って用意する、朝日奈の家行くか、そしたらえで強制退去になる朝日奈はどうすんの、これから先次の家あんの、えでも強制退去になった人なんて次家借りられへんやろすぐ、強制退去ってあれやろ、強制代執行ってことやろ、要はもう大家さん立ち会いのもと裁判所から来てるっていうことはもうあれか役所の人間立ち会いで家出て行けをやられんのやろ、ちゃうの強制、そうやな強制執行やもんな、いやな 強制執行やね言うたら、大家役所の人間不動産屋立ち会いでもうその場で鍵付け替える作業と追い出し作業がセットで行われる必殺技やんな、言うたら法律を駆使したあの最強の手段よな、人を追い出すための、うんえで朝日奈はどこおんの、朝日奈ヘミリーさんどこおんの、救おうか、うん、なんでそうなった、まあ考えられるのはまあ騒音トラブルとか再三にわたる注意をなんかあの無視したとか、まあ、あと一番ベーシックなケースは家賃を3ヶ月以上滞納、うん、を状態を半年ぐらい続けたとか、うん、どっちかじゃない言うたら、まあ、要は巻物に書いてあることを破ってる状態を半年以上、うん、あれなコロナのせいでななんかな期間伸びてんちょっと、あの強制執行までの猶予期間みたいなの伸びてもうたせいでな、不動産屋も手空いてるんですよ、あ不動産屋さんも、え執行官委託やで、うん、ガチで役所の人間おらんで多分委託やで、多分委託の業者とかやで多分、うん、いや知らん、家賃滞納してたんかな朝日奈って、あいつでも割と地図でどかたして稼いでるって聞いてたけどな、ちゃうんか、うん、でもう住所届いてる、なんか知らんけどもう住所届いてんねん、うん、面識あるよ朝日奈とあせやでドラマと違うで、なんかあの国有地とかやったら役所のやつがさあの直接来るパターンあるけど、だいたいあんな委託やで下請け、うん、役所も暇ちゃうからな、うん、いや鳩飛ばせ朝日奈枠やってた、鳩飛ばせ山田が金貸したろかって言ってるっつって、鳩飛ばせ貸さんけど飛ばせ枠やってた飛ばせ、うん、山田が助けるって言ってんぞっつって鳩飛ばせ言うたら、うん
え、あいつって今何歳になった？もう35ぐらいちゃうの？うん、え、TikTok ライブ寄生虫どうすんねん、どうすんねん、え、TikTok って寄生虫の人出してええんか？うん、どうすんねん、いけんの？じゃあフワッチはええ番やから、もうあの TikTok でうんこ食いに行くつもりやねんけど、うん、なんで寄生虫やねん、それ使ってええんか TikTok って。うん、あ、どうも寄生虫の朝日田さんですっつって、俺のアカウントセーフか？いや、キャスは俺がおすすめ規制やからな。うん、太った。朝日奈行くか。いや、まだ受け取ってないねん。今日それついでに取りに行くか、タンプレ。うん、なんかくれたらしい、加賀くん。あ、今月だけで2個ぐらい赤飛ばしてる。嘘でしょ。いや、臭いで、風呂も入ってないし、ケツの周りうんこまみれやし。うん、風呂は入るけど、出る前に。うん、あ、こんにちは紅茶さん、こんにちは。じゃあ朝比奈エミリ、朝比奈エミリと白井掘るか。うん、そしたらそうするわ。分かった、朝比奈エミリと白井、これでいいわ。うん、いやTikTok がいいかな。うん、だいぶアルミホイル界隈なの。そんな病状やばなってんの、朝比奈って。うん、あ、おはようございます。いや、朝比奈さん、どうも今日住んでるところ強制退去になるらしいです言うたら、うん、でそれ見に行こっかなみたいな。かわいいちゃん、可愛くなかったな。可愛くなかったっつったら怒られるけどな。うん、なんか劣化してたな。うん、あれほんまにアイドルか。なんかオーラなかったな。見てた俺カゴの TikTok 全然思んなかったやん。うん、あ、謝罪枠、あ、終わりましたもう。うん、だって体調不良やってんかしゃあないやん昨日は。うん、あ、そうそう、 A 版のごまきは可愛いわ。ごまきは可愛いわ。俺 YouTube ライブ見てまうもんな。ごまきは可愛いわ。ああ、話一つもおもろないけどな。うん、うん、しかも犬が4匹おるから。ああ、ありか。はい、パオン、あざす、オッケー、いいよ。 R の人ありがとうございます。マジかよ。はい、バラも6個、いいよ。うん、いやでももう炎上ニュースやから赤いの食われるよ。うん、パチパチも出てきてピンピンしてるわ。はい、 R の人、豚パオン、ゴシゴシ、オッケー。荷物預かるか、なんか段ボール1個だけでも。うん、え、ゴムキってなんか問題あったっけ。お母さんが実家から飛び降りたとかじゃなかったんで、弟が逮捕されたと。うん、ゴマキ自身は何も問題なかったくない。はい、2個パオン、ゴシゴシ、オッケー。うん、弟反射、あれちゃうかった、あ、不倫か、あ、ほんで不倫か。はい、おはよう、パン、あざす、オッケー、おはよう、A ちゃん、おはよう、かわいい。うん、いやーな、すごいよな。うん、反射から市議会議員になったよな。うん、ブレイキングドリーム掴んだよな。あ、ありがとうぞ、パン、あざす、オッケー。うん、あ、不倫の人か。じゃあ12時から風呂入ってそれ掘るか。そうするか。そう、それで行くわ。そのアプローチで行くわ。え、ちゃうで、キャリーのあれちゃうで。あんた今日顔どうした。いやだから言ってるやん、昨日えぐい下痢でさ。あ、えぐい下痢で、そうやね、えぐい下痢でさ。あ、ていうか広角レンズどこやったっけ。あ、あったわ。ひでえ下痢と微熱でさ、もうそれどころじゃなかったわ。あれ、広角レンズどっか行った。ああ、ヒコポン無視しとこう。
広角レンズどっか行った。絶対車に忘れてるわ。通りで探してもないな思って。ずらずれてる。いや、こうちゃんなんか朝になるもあの何あれらしい、給料が振り込まれてなかったらしいわ。でそれほんまやったら多分チェックやろ。いやほんまな、20代みたいな食生活してたら行くわほんま。せやな、もう四捨五入したらな30やもんな俺も。せやな、せやな、唐揚げ弁当ばっかり食ってたらあかんなほんま。おはようパオン、おはよう特命さん、日の人いいよ。四捨五入したらもう30やからな。見た目はな20代前半やけどさ、いや腸内環境でだから R1 ヨーグルトとかたまに飲むようにしてるんけどな、意味ないな。40ですパオン、ゴシゴシオッケー、いいよいいよ H の人、いやいや30ですよ、四捨五入したら。ヨーグルトも食べなあかんな、ほんま久しぶりにエグい下痢やったよな、もう嫌やわ、もう嫌やわ、飯も食えてないからな。いややばい、もうエグいぐらいトイレ行った。もうあのシャーっていうやつ、あおはようゼンちゃん、だからシャーっていうやつ、もう完全水でもう真っ白、下痢。いやもう当たったんかないうレベルやったけどな。いやそんな大したもん食べてないで、ほんま唐揚げ弁当ぐらい。いやない全くない、あの昨日はさ吐き気あったけどさ、吐き気もない全然、コーヒー飲めるしタバコ吸える。途中からもう真っ白言うたら、シャー、無視すんなヒコポン、ありがとう、いいよ、無視はしてるで、いや生もんなんか食べてない一切、よっぽど体あれなんかな、弱ってたんかな。ああ疲れた、ほんま下痢したわ。あ、おはよう。あ、メッセージカードは読む、ヒコポンのは。まあせやな、たぶん胃腸炎やと思う。だってあの生理痛みたいなあのグーっていうのあるやん、腹痛、あれずっとあったからやばかったで。いや血は血切れて出てるだけで、わかる、あの生理痛みたいなグーってグーって。いやだから知ってんの俺は生理痛を、わかんの。熱37度4がマックス。いやもう熱あるからさ、それそのままツイートしたろうかな思てんけどさ、またどうせ嘘やとか言われるからもうええわ思て。そういやコロナはないわ、だって別に喉痛いとかない、咳もせえへんし、あ全然フォローしといて。ヒコポンがメッセージカードに妊婦って書いてる、アホなの、日本語で書けよお前、してよ、めっちゃプスなってるやろ、頭ボサボサやで、もう寝起きすぐやから。あ俺虫垂炎はならへん、351号、盲腸やろ、虫垂炎のこと言うてんやろ、ないないない、虫垂炎になってたらもう死んでる時間やけどな。虫垂炎やったらもっと熱出るわ。あ喉は全然痛ないで、もうガンガンタバコ吸えんもん。あ換気扇入れる忘れてた。
うん、下痢。もう下痢とあれで顔やばい、ほんま。うん。いや、コロナはないやろ、さすがに。コロナはさすがにないっしょ。いや、朝比奈エミリー、なんと皆さん今日自宅を強制退去。うん、あ、そうやで、うん、そうそうそう。いや、そもそももともと医師なんで俺、うん、盲腸の手術も何回もしてるんで、うん、え、家賃8ヶ月滞納により、うん、強制執行が今日行われている最中らしい。盲腸のな、オペはな、簡単やな。犬どうすんの。いや、どうすんのかな。いや、だから結構大事なってそうやからさ、行くか、住所も聞いたし、うん、オッケー、ヒコポーナイスパオッケー、いいよ、ほんとね、いつか一緒に淀川で、なんか見ようね、オッケー、いいよ。え、熱出ない虫垂炎ないでんね、絶対に高熱出る、うんうん、白井は給料が振り込まれてないって騒いでたらしい。ほんまか嘘か知らんけど、うん、まあヒコポンやからええよ、ヒコポンやから、うん、なあなあ、リアルヒコポンに合わせて、いや、家行ってきたらええやん。自撮り棒持ってヒコポンの家行ってきたよね、弓吉は、うん、合わせてって言ってか、会いに行ったらええやん。爆災に住所載ってるわ。やだわ、ゆみきちゃんと二人なんて地獄やんけ。やだわ。しかもゆみきちゃんいじったら怒るしさ。いや、そんなゆみきちゃん横のしたら青さんの話1時間は済んで俺、うん、それ耐えてくれるんやったら別にいいけど、なんかふてくされそうやもん、うん、バイバイ、ほらなほらな、うん、ほんまな、あ、青ちゃんはな、つって、うん、ほんまな、うちはな、あ、青ちゃんのことがな、好きでな、うん、カービィのな、アカウントこさえてな、いっぱいアイテム投げてたんやで、あん時は、みたいな、うんうん、あ、せやな、やだな、やってんな、鳴かず飛ばず。お、カービィアカウントで来て、ゆみきち、逆に今カービィアカまだあんねやろ。カービィで来てや、一回。おもろいわ。笑かしてくれよ。うん。うん、カビアカで来てや、うん。めっちゃおもろいや、うん。見てみたいよな。え、そんなん言わんでも分かってるよ、みんな。カービィアカ神回やぞ。カビアカ連れてこい。うん、なあ、見たいよな。連れてきてよ、カビアカ。あー、ちょっとお腹減ってきたな。いや、うん、強制執行ほんまらしい。うん、胆のうは大丈夫やと思うけどな。あ、胆管か、うん、大丈夫やと思う。加工、うん、ないよ。加工、うん、なんか元からないよ俺、うん、いや、今からでも増えたところでな、炎上ニュースやしな。山田さんって誰ですか。いや、誰やねんやろな。俺も実際のところ知らんねん、ヒカルさん。山田さんって誰や、うん、みんな知ってる。だ、誰、多分ここ関係ないと思うんすよ、多分。うん、知らんな。だ、なんか最近おるよな。誰よ、うん、よう名前聞くけどな。あ、おはよう、カカオちゃん、おはよう。おはよう、素敵な朝だね。まあ、イケメンらしいけどな。うん、カービィアカウント来るんちゃうか、これ。今ログインしてるんちゃう。まあ、よく聞くよな、山田ってな。よいしょ。あ、顎長い。あ、顎長いっすか。あ、おはよう。あー、銀色のアイテム欲しい。はい、豚2個、パンをゴシゴシ、オッケー、いいよ、うん、あ、バラも2個ありがとう、パンを。そう、いいよ、ハートもパン、いいよ。そうそうそう、銀色のアイテム欲しいよ、ほんと。銀ギラ銀にしてほしいよ、ほんと。はい、匿名さん、パン、いいよ。そうそう、銀ギラ銀にしてほしいよ、ほんと。あ、
え、ほんじゃ昼から朝日奈の家行ってみる、一回ノリで行ってみる。うん、行こうか。じゃお風呂入ってくるわ。あの炎上ニュース回避だけして。うん、みんなどうせ炎上ニュース見るやろ。お風呂入って用意して朝日奈の家行くわ。だからな、視聴者の人から住所と部屋番号送られてきたから。うん、え、南南、うん、もうほんまに会ってんのか。うん、え、誰か行った人おるん？いや、ちゃう、本人 おらんかったらさ、別にもうどうしようもないやん。あ、おはよう、インターホン押したるわ俺が。うん、朝日奈っつって、久しぶりやなっつって。うん、あ、おはよう KP パンワードソッケ。ふわっちザワールドのイベントは俺で出てないよ。うん、イベントもあと1回だけやで今月もう。あ、後半かだけ、うん、後半だけ、もうそれで今月イベント終わり。もう今月はイベント出ません。うん、あ、はじめまして。あ、カービィアカウントで来た。ほんまや、カービィで来たわ。ゆみきちカービィでアイテム投げてる。うわ、ゆみきちのカービィアカウント復活。ほら、写真撮っといた、匿名。誰ですか？山田です。ほら、カービィのアカウント。うん、ちょっと、マジやねんと。ほら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 、マジでカービィアカウントや。ちょっとバレてて見にくいか、もう拡大するか。ほら見てよ、青さんのペンギンのマークついてる。ほら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 な、沸かすやん、ゆみきち。うん、ゆみきち沸かすやん。あ、うん、行く行く、うん、行く行く。じゃあ、でもあれやん、時間もったいないからさ、とりあえず、あ、番長の無料上げてください、ゆみきちさんに。うん、そうか、もうあれか、朝比奈エミリーって言ってもみんな知らん人多いねんな、多分。だから、まあ、相沢浩樹さんみたいな人がおってん、言うたら過去にな。うん、だから言うたら相沢さんが、言うたら何やろ、朝比奈エミリーさんの劣化版みたいな。うん、そう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 。ああ、もう大嘘つきやね。うん、ああ、じゃあで、心ちゃんほんまに行くで今日。うん、お、ほんまに行く。あー、匿名さんパオン、あ、そっけ、いいよ、キーの人ない、そっけ、いいよ。あー、せやで、うん、足の皮食べた人、配信中に。うん、行くぞ。はい、バラパオン、あ、そっけ、まあ、そういう人がおったんすよ。まあここええ番やねんけど。うん、そう、チネル人、そう、バエさんの元彼女よな、言うたら。ちょ、 BGM これじゃないわ。あ、そうそう、唇すごい人、そうそう、その人で会ってる。あ、おはよう。そう、鳩サムネ事件とかな。お、汚いグッチのサングラス事件とかな。うん、もう熱狂的な、うん、あの何、アンチのアイドルみたいな、うん、すごいのがおってん。その人のとこ行こう。なあ、懐かしいよなあ、さっちゃん。パン、あ、さっ、そっけ、いいよ。ちょっと見に行ってみようか、朝日奈。ほんまに退去なってた、おもろいよな。え、退去されたらさ、あの人どこ行くん？ほんまに退去なんかな。うん、懐かしいっすね、あったな。いや、なんか今日、今裁判所が家具運んでる、リアルで。え、じゃあパパッと風呂入って行こうか。うん、ちょっと見たいっすね。俺もマンション聞いたからさ、部屋番号も知ってるからさ。うん、行こうぜ。あ、南南、堀江堀江、見たいな。で、風呂入ってくるわ俺。うん、風呂入って速攻行くわ。いや、本人
に合わんでも家具運び出してるとこ見たらおもろいかなみたいな、うん、どうすんのやろ、またあれかな、なんか地方出稼ぎとかすんのかな、うん、まあ、間に合うな12時半な。それだから最悪本人登場したらあの何 TikTok 行けばええやん、うん、大丈夫やねんやろ別に、朝比奈さんが TikTok なんやあの帰省中でも別に映って大丈夫やねんやろ、うん、お金になるものは全部取られるよ、うん、え犬4匹もおんのまだ、なんか全部食べたって聞いたけど、どっちやろ、あ、4匹おんねや、あ、しきちゃんと同じとこの事務所なんや、いや、知らん、食べたって聞いたけどな、ほんまか嘘かは知らんけど、うん、別に大丈夫やろ、 TikTok は大丈夫やねんやろ、晩中の人映っても、うん、いや、足の皮食べるような人やからな、そ退去させられた後どうなんねやろうな、うん、あ、四季さんとも揉めて事務所も辞めてんの、どうすんの、また出稼ぎか、うん、でももうあいつも35とかやで多分、ちゃうかった、 あいつも結構もう年いってんで、あー5個パオンゴシゴシ OK、 うん、なあせやんな、36とかやんな、もうさすがにあれやろ、地図でどかたすんのもしんどいやろ、うん、間に合うよ、ちょっと間に合う、風呂入っていく、だからあと12分で終わってすぐ取り直して向かうわ、うん、うん、もうしんどいやろさすがに36とかなって、うん、パチョジもピンピンしてる、超元気、うん、うん、いやなんかみんなからやたらハト飛んできて、うん、なんか自宅が強制執行なってんぞみたいな、うん、あ、使っていいよ別に、もう無理やろ、え、誰かあれなんかな、おんのかな、なんかあの背後にちょっと黒い影みたいな男の人が、うん、いやそのなんかあの ブレーンみたいなやつ おらへんの、そもそもあの子があの辺に家借りれてること 自体が不自然というか、うん、なんかいそうやんな、禁酒みたいな人な、うん、もともとおった、うん、じゃあ風呂入って用意するか、じゃあ今日は、朝比奈エミリの家行ってきます、うん、そう半年8ヶ月って聞いたで、いや鹿島は別にほっといてもいいやろ、うん、また東京行った時に、いや分からん、トイサー貸してる、うん、いやなんか8ヶ月滞納って聞いた、うん、行こうか、そうしたら、いや行くまではとりあえずふわっちつけていく、うん、行くまでは終夜ネタ、まあどっちでもいいっすけどね、うん、深夜時間を掘ることなかったらあれやけど、でも今その人、あ、こうおるでしょ、茨城おるでしょ、四日市おんねやったら別に飛んでいくんすけど、あ、R社長とかでこねくり回しちゃったらええんちゃうすか、分からんけど、うん、朝日奈会うな今日、頑張って、うん、あ、四日市に向かってる、いい、あのえげつない人、うん、せやな、大喜利ネタに手出したな、うん、朝日奈エミリー行くぞ、うん、行くぞ、あ、了解です、了解です、聞いときます、 R 社長に、あ、なんか R 社長が掘ってんのかな思って、
8ヶ月滞納、ブリーダー未払い、電気ガス未払いで、逃げまくり、嘘でしょ？はい。嘘でしょ？よし、行くか。白井よりも先朝日奈やな。誰もこのうんこ食いに行かんよな。俺が行くわ、そしたら。うん。過信どころちゃうで、多分。あと、ブリーダーさんと裁判中、嘘でしょ？うん。めちゃめちゃ温まってるやん、俺のために。うん。だからまあ、もし会えそうやったらすぐあの TikTok に切り替えるわ。うん。いや、だから会えそうやったら、はい、今日もご安全に。うん、会えそうやったら TikTok にバーン切り替えるわ、直前で。うん、無理そうやったらもうあれやけど、インターホン押すとこぐらいまでは別にええやろ、こっちやってて。うん、うん。あ、だから皆さん、あのナイスお願いします。はい、ナイスお願いします。過度な方はダメですか。ナイスお願いします。あー、ありがとうございます。毎日、はいはい、待っててください、あの人。あー、ありがとうございます。パオ銀バラいいよ。今回もナイスいけそうやな。うん、あ、おはよう。うん、いけそうやな。はい、毎日200ナイス目標なんで、まあ、昨日1日サボったっていうか、まあできてなかったよ。その前に500ぐらい稼いでたもんな。マキウチがフィーバーしたから。うん。夏いやろ、行くぞ。あ、おなら出た。あかん、トイレや、これ絶対また下痢や。まあええか、今日はもううんこ漏らしても、朝日奈のうんこ食える思ったらもうあれか。いや、やっぱ下痢は治ってないな、これ。住所分かった、部屋番号も分かった。え、部屋番号もガチやねんな、それ401って。マジな、ほんまか。うん、ほんまですか。朝日奈エミリさんの部屋番号もほんまなんか、401号室って書いてた人おるけど、全然ちゃうとこやったら押しても意味ないからな。うん、もうちょっとあれ欲しいけど、雑談で見てから行くか一回。うん、あ、アンチがレターパック送ってる。あ、オッケーオッケーオッケー。でもそれ当てにするで。うん、朝日奈は最後何やったっけ、暴力団系の虚言吐きまくってとかじゃなかった。どれであいつとどめなってやったっけ。どれでエヴァになったか覚えてない。ああ、何はい、あ、はい、うわ、リスナーさんや。うわ、ちょ待って、リスナーさんが大量に水を送ってくれた、優しい。嘘でしょ、見てよ。うん、これリスナーさん、リスナーさんが水を送ってくれた、ヤサリス。うん、や、ヤサリス。あ、はい、もう適当に置いといてください。すいません、ありがとうございます。優しい、ヤサリス、ニュー水汲み係。うん、モルモット水、モルモットはあれやで、あの、あれやで、水道水やないとあかんねんで。うん、ちゃんと入ってるけどな、水。うん、すいません、ありがとうございます。あ、サインか、ごめんなさい、ごめんなさいね、すいません、仕事中で。すいません、ありがとうございます。うん、ハム見たい？いや、なんかじゃないとあかんっつってた。なんだ、理由は俺ちゃんと知らんけど。あと5000円のアイテム欲しいです。5000円の、あ、いや1000円のアイテムもらわないと僕は出てこないです。
1000円のアイテムで出てきます。いやそうなん、ファン太郎くん、うん、1000円のアイテムもらったら出てくんの？うん、1000円のアイテムもらったら出てきます。いや、アイテムもらったら出てくるんで、絶対、1000円のアイテム。ちょ、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 寝てていいよ、パオン、ありがとう、優しい、あの人、うん。1000円のアイテムもらったら出てくるけどな、金色のな。うん、絶対出てくるけどな。うん。かまへんって、うちんとこの子は。うん。ヒコポン、キラキラなんとかありがとう。ありがとう。出てくるよ。ほらな、ほら見てみや。な、アイテムに反応すんねん、この子は。もう教育されてるから、はい。はい。な？うん。5000円のアイテム79個ください。もうないよ、もうないよ、うん、お水届きました、ありがとうございます。受け取りました、3箱。5000円のアイテムください。3箱届いた、うん、もうこれで水買いに行かんでええわ、うん、はい、ちょっと帰ろうぜ、うん、いやちゃん風呂入って朝日奈エミリーの家行くから、うん、もう外出る用意するわ、パパパッと。もうどうせ炎上ニュースやからええやん、そのカブしてやらんでも、うん、みんなもうどっち見るかあれやろ、割れちゃうやろ言うたら、うん、うわ炎上ニュースも見たいけどこっちも見たいになったら大変やろ、二窓できひんし、うん、それは炎上ニュース見といたらいいと思うで、うん、ワンライブやし。それではあの皆さん、あの一旦あのお疲れ様でした。朝日奈エミリーの家行きます、今からマジで行きます。あいやいや、もう速攻風呂入って用意して出る、2時までには絶対着く放送、うん、トリオツです、ありがとうございます。はい、とりあえずよかった、あのナイスボタンも滑り込みで押しといてください。滑り